もうすぐいとこの結婚式。タイのおじいちゃんおばあちゃん子だった。私は大好きな亡き祖父母の思いを会津木綿のご祝儀袋に込める。祖父母の生まれ育った雪国会津坂下町の小さな工房で手間暇かけて作られたこのご祝儀袋に、使うほどに柔らかく肌になじむ会津木綿のように心地よい家庭を